ヘッドライン金曜日のトラバンパートナー有田修造さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして今日の担当は高野1一アナウンサーですお願いしますお願いしますはい,いま,すまず今日の阪神タイガースの動きについて高野さんお願いしますえ えー、西岡強石選手が自主トレを公開しました。はい。えー、大阪府内の、こう、室内の練習施設だったんですけども、ほうほう大阪桐蔭高校の後輩でもある、ファイターズの中田翔選手と一緒に、うん、え、自主トレを公開しました。なかなか迫力のある通称ですね。いや、そうなんですよ。<ー> <laughs> そうんですよ。えー、西岡強石選手、まずね、絞れてます。 あのー、<ー>私、周期キャンプの取材に、コーチの秋に行った時も思ったんですけども、あのー、すごくシャープになっていて、<お>その体型全く変わらず、えー、来ているなという印象を受けました。<ー>えー、下半身に、まあ、負担をかけながらのこうランニングメニューであったりとか、キャッチボールもします。えー、ノックもしました。うん、で、バッティング練習もしました、えー。ティーバッティングもして、その後、あのー、タイガースの原田打撃投手という左ピッチャーがいるんですけども、その打撃投手も、この実トで参加してまして、それを相手に、 うん結構強めに投げて、で、フルスイングでっていうことで、<ー>その仕上がり具合はね、かなり早いんじゃないかなと。室内で全部できる施設があるんですかそうなんですよ。で<ー>、えー、えー、もう、なんていうんですかね、雨でも全く問題なくノックも受けられてっていう施設があるんですよね。<ー>はい。えー、そんな、いい調整ができている西岡強志選手の、まずは声を聞いていただきましょう。まあ、あのー、信念って言っても、ま、僕の中では、えー、去年からずっと続けてきた、 中での、えー、なので,すか、ね、過程なんで今年に関してはです、ねうんまあ、別に特別あオフっていう感じも入れてないですし、えー、2018年終わるまでは、ねえー、しっかりとこう野球と向き合うっていうのを決めてるんでね。えーまあ、新年迎えてっていう新たな気持ちっていうのは、うん、正直あんまり。 2018年のシーズンが終わったときに、えー、自分が納得できるようなシーズンにしたいなとは思いますけどね、まあ、今置かれている自分の立場というのはです、ねあのーまあ、レギュラーでもなくもう一回、この若手そして今年、新入団で入ってきた選手と同じ気持ちで、ねえー、グラウンドに、えー、立つことになると思いますし、えーまあ、ただ、自分の中で、ね、こんな怪我をしてきて、えー リハビリを通して体は治ってきてますけどただ、体にはこう傷っていうのは、ねえー、消えないんでね怪我した傷っていうのは消えないので、まあ、そういう部分ではあそういうリスクだったりあ、まあ、自分の中で不安要素っていうのは正直持ってますけど、まあ、それを打ち消すために今こうやってトレーニングしてるわけですからあ、まあ、今シーズンどういうシーズンになるかっていうのは僕自身、正直わからないですけど。えー、まああの 野球と1年間しっかりとね、えー、向き合って戦う、そしてこの僕は優勝したいんでね、優勝を目指して、その中に、えー、チームに貢献できる存在でもありたいなと思いますし、えーまあ、野球としっかり向き合うっていうことだけは、いいたいなと思いますなかなかこう、悲壮な決意っていう感じですね、えー、そうなんですよあの、やっぱり自分がどれだけ厳しい立場にいるかっていうのも自覚していますし。 ただ、あのー、まあ、このテレビインタビュー以外でも、こう、お話ししたんですけど、あの、去年、アキレス腱の怪我から復帰してきて、あの、1年ぶりだったんですよね。で、結局、その後も、左かかとの打撲であるとか、六冠神経痛も重なってしまって、32試合、2>, うん、2割2分8厘、うん、ホームランなし5打点。ですからもう、本当に悔しかったと思うんですけども、これに関しては、去年は復帰することが僕の目標だったと。 歩けないところから始まったので、アキレス腱断裂というのは。だから、その中で3等類できたっていうのは、これプラスに捉えてるし、 今年が本番なんだと。うん、そういう意味で2018年にかける思いというのはすごくある。うん、これはもう前向きに捉えていて、2017年と2018年、これはセットなんですっていうふうな表現をね、うん、西岡先生はしてるんですよ。うん、なんで、そういう意味ではプラスに捉えてる部分も非常にあります。ただ、今日のそのテレビカメラが入ったインタビューでは、悲壮な決意ということで、うん、まあ両面を感じる、この秋季キャンプと冬の西岡が強志かなと思いますけどもね。有田さん、うん、まあ、立場はそういうものだと。 ううことのようで,すけれどもですね、うん、えー、まあ、も,うもちろん頑張れやねあの、成績が良ければずっと出れるだろうけど、うん、かなり厳しいね,そうですね、そういう面では、まあ、休んでるいうこともあるし、年齢もあるだろうし、はい、今、まあ、上本を含めて中堅、若手も出てきてる、うん、で、守るとこは大体一つぐらいしかない、はい、まあ、言ったらセカンドよね。はい ちょっととショートはしんどい思だからそういう面を考えると、かなりの,あの厳しさっていうかね、うん、よっぽどじゃないと、レギュラーっていう形はな,、うん、なりにくいよね。うん あのーまあ、アキレス腱の断裂っていうのはね、うん、本当にこう悲しい出来事だったんですけれども、今ね、高野さんもちょっと言ってましたけど、うん、やっぱり一つところ怪我すると、ね、なんか怪我がこう続いてしまうっていうのがね、気をつけてるんでしょうけど、やっぱりそうなってしまうんですかね、ねどうでしょうね、うん、あの結局、あの前のジョージはもそうやったもんね。ジジョージマも一つ怪怪我我ししてて、うん、治ったかなとたかとはま違うこ結局それで、はい あの終わるような形になりましホ、ねねあのー、ークス時代はもう全試合出場してたのは常嶋選手が、やっぱ膝がちょっと悪くなって、そ,うそ,うそこからいろんなところがこう痛み始めてっていう感じなんですよね、ね<ー>あんだけ元気良かった選手がね。 そういう面では、よっぽどの、やっぱり、覚悟がいるでしょうね、今年はね。うん、まあ、本人もそう思ってるでしょうけどね。そうですね。だから正直その、怪我が重なってしまっているのも、もっと若い時にこうしておけばよかったとか、防げたんじゃないかっていうのも、正直自分でも思うんですって。うん、それを気づいたのが、まあ、西岡選手の場合は32歳ぐらいであったと。だそこからは、あの、もちろん、何事にも気を抜かずに、やってるけども、やっぱり怪我がこう出てしまうっていうの悔しさもあるんだけども、うんうん、まあ、あのー、今一緒にね、やってる のが中田翔、えー、選手であったりとか、あのファイターズの西川春樹選手も今日は所用で現れなかったんですけども一緒に自習トレをやってるんですね。で、えーええ、でもトるよのねタイトルも獲得した西川選手がもう1億円プレイヤーになってっていうところは自身とも重なると。だから、はい、あの反面教師にしろじゃないけども自分の経験、俺はこうなこうしてこうなって今があるよっていうのをまあ、いい面も悪い面も西岡西,西川選手にもまあ言ってるんですけどねっていう話もしていました。えー、なるほど。 本当に素直に頑張ってほしい選手の一人なんですけれどもね。でも、怪我で悩まれる方っていうのはね、その後大変ですよね。復帰していくのがね。大変やね。怪我はね。スポーツには付き物で、そことの戦いではあるんですけどもね。はい。そしてですね、まあ、西岡選手にはぜひ頑張ってほしいと思うところなんですが、高野さん。昨日あの 野球の規則について大きな決定があったんですね。そうなんですよね。あの、昨日のね、このラジオノートの中でもありましたけども、えプロアマ合同の野球規則委員会が開かれまして、申告敬遠戦の導入。ね。敬遠を申告すれば、4球投げなくてもいいと。な、なんなんですかそれは。えもう一回言いましょうか。なんか、あの、敬遠でも、はい。私、本当野球ちょっと分かってないとこあるんですけど、 映しといますよねそれはそれで面白いと思って見てたんですけど、そういうのがなくなるってことですかだからメジャーリーグで、はいえー、もう2017年シーズンから、実はこれ取り入れられてるんですね。あ<ら>で、なぜかっていうと、はいあの、大きな狙いは時間短縮ですよねあ<ー>やっぱり野球ってゲームが長すぎるので、ど,どこからからか縮められないかっていう時にそに、4球無駄に投げるんだったら、はい、フォアボールって、次のバット入ってもらった方がっていうこと。 でも無駄でもないんですよね。それ、一級が、え間、まあ、違うわ。でも、打つ人がいてるっていうのは、はい、無駄じゃないこともある。そ,そうそうそう。で、うん、これ、有田さんにぜひ伺いたいわけですよ。はいうん、いや、これはね、まあ、それは、あの決まったことはしょうがないけど、しょうもない話じゃね。<laughs> <laughs> なお、ね、あの、それでね、時間の短縮なんてね、あれっこないし、そこにやはりね、あの、少し、 ピッチャーもね、イップスを持ってるピッチャーもおるわけですよ。そうするとね、敬遠を投げるときに、悪送球投げてね、点が入ったりとか、昔は小林が、ね、阪神の小林がそうやったよりに、やっぱりね、ちびる選手もおるわけよ。去年阪神実際それでヤクルト戦で点をたもんね。ましたもんね。外国人ピッチャーがなかなか投げられなくて敬遠でを。敬遠で冒頭があって、三塁ランナー帰ってきたなんていう。 ってことはドラマがあるんですよね。そのドラマを見せないっていう方向って、プロ野球としてはどうなんですかね。そうそうそう。高校野球ならなんとなくね、もう疲れるだろうからとかって分からなくはないですけど。でも本当ね、あの、敬遠されるボールってね、キャッチャーがこう立つわけでしょ。中国式になってね。それで外すわけですよ。そうするとね、そんなに力入れて投げてないから、バッターボックスでね。 本当に打ったた何回も思いまし打てそうな感じするんいん。そうですよね、素人目に見てても、あれ、打てるんちゃうのプロ野球のピッチャーが全力で投げてくるボールばっかり見ているプロのバッターとしては、こんなひょろひょろくる球を打たせてぇなと思いますよね踏み込んで、ぱっといったらね、打てそうな気するよ、その度胸がなかなかね、ないから打ってないからね。 だからアメリカはこれ、大いに論議されながらも、このルールを導入したんですよ。はいはい、ところがですよ、うん、あの、ある報道を見てましたら、時間はほとんど縮まらなかったんですって、<laughs> <ー>そりゃそうだよ、<laughs> そりゃそうで、そうなんです、だから、おっしゃるような谷口さんみたいな <laughs>、うん、あの意見を持ってる方もいらっしゃるわけですよ。うん、そこをもだって敬遠する時っててするね 5対0の試合で敬遠することなんてないですからね、もう、まあ、こうタイトな試合になって、ね、ここ一番でどうする、どうする、どうする、じゃあもう次のバッターと考えて敬遠っていうことは、見てる側も一番ハラハラするところなわけで、そこのところのハラハラをごぼっとカットするのどうなんですかっていう意見もあるらしくって。ね、いや、そう思うよ、だから、あの、極端に二三2、3塁でね、ファースト空いてるから、あるかそうかっていうケースはいっぱい出てくるわけでしょ。うんうんうん でちょっと全、ね、部ート投げたら、一点入るわけだら、うん、ですか。らうね。やっぱりね、バッテリーもね、やっぱりちょっとちびりますよ。ねああそうですか。うん。外しとってもね、やっぱりちびりますね。うんあ。それを、だからそこそもまた面白いんだけどね。<laughs> ねまあ日本も、まあ大きく来ると、高野さん、あれなんですね。まあオリンピックが近づいてくる。ええ、ね。全世界共通のルールにするっていうことで、まあ、日本もこれ導入するっていうことなんですよね。ね。まあちなみに、従来通り、 4球ボールを投げて敬遠することもできるそうです。はいはい、これはだから どちらでもいいみたいです。で、投球の途中、例えば2ボールノーストライクとか、ちょっとカウント悪くなったから、えやっぱり歩かせますっていうのも申告もできると。あ、じゃあとに9投げませんけどどうぞっていうのもできるんですね。できるんです。ということで。まあどうなるんでしょうね。全然意味ない。いいね、なんか。な、なんだろ、ケーンってそういうもんなんですかみたいな。アマチュアについては大学と社会人がこの春から導入。高校に関しては今期の導入は見送りと。 高校見送りまあ、ちょっとやってみていろいろ議論は、ね、えー、ね論議は湧き上がるかもしれないですけどもね。あともう一つ、ピッチャーのモーションが。そうです。はい、はい。二段モーションの反則投球からの除外が決定しました。はい、あの、昨シーズン、 西武の大活躍しましたサウスポーの菊池雄星投手が3回反則投球を取られて物議を醸しました。二段モーション。あの足をこう、なんていうんですかリズムを取りながら2回上げるように見えるっていうね。実は二段モーションを反則投球とするのは日本球界独特の文化。しばしば議論の対象となっていましたが、今回、まあこちらも海外の基準と足並みを揃えることになったということです。これはどうでしょうか、ア田さん。 いや、これは別にね、二段申しなんて別に悪いと思えへんよね。はい。それを、ね、日本は何やかや何やかや、あの、イチャモンつけてね、これはあかん。た <laughs> 次の年になったらまたこれは OK とか。はい、うん。もう一年ずつなんかちょこちょこちょここう変えたがるよね、うんね、うんうん。でもそれはピッチャーの人にとって不利ですよね。 できる年とできない年とあるって言ったら、リズムも狂えばね、やり方変わるわけですもんね。いや、だから二段猛をやっとって、それがダメになったわけでしょ、一時ね。それで、やっぱりちょっと成績落ちた選手も絶対おるはずなんよね。去年の菊池雄星投手は一旦ちょっと崩れかかったですけれども、まあ彼さすがで、一生懸命フォーム作り直して、そのルールに、あの、適合するルールで、見事な投球続けたんですけど、 もしそんなこと言われてなかったら、去年どれだけ勝ったかと思うとね、なんかどうなのっていう。ソフトバンクにはなかなか勝てなかったんですけど、そういうのもあったかもしれないと思うと、ソフトバンクにもいいピッチングしたかもしれない。そうなるとソフトバンクの西武の差はどうなったのか。そうそうそう。本当にも繋がっていく。本当だ。だから、まあ、何せね、特にプロ野球っていうのは、ファンの皆さんが最高の戦いを見たいと。それを見せるための、 ルールでやってほしいですよね。よね軽減しかり、ね、二段モーションしかり、うん、それで、ダメなプレイが起きるともちょっと思えないことをね、うん、こっちょこっちょやってるのも、どうなのかなっていう。うね。えー、まあ、ストライクゾーン一つにしてもね、はい、それもやっぱり、ある意味じゃ、 やっぱりね、あの、オリンピックを含めて海外と全部合わせであれば、はい。それなりのやっぱりストライクゾーンがいるよね。そこ、うん、これが一番、あの、問題やから。国際試合に行って、どうも国際試合のあの、ストライクゾーンになじめませんでしたなんていつまで言ってるんじゃ、実はここが一番問題ですよね。うん、これが一番大事なんやん、ね、ボールとかね。そう。ボールと、うん、ストライクゾーンの幅、どれだけ、どっちを取るとかね。よく言われますもんね。うん、これはもう大変なも問題です。ね。 まあこれが導入で、本当に根源的にそういう改正になっていくかもしれないですけどね。どい,、ねはい。えー、昨日そういった大きなこうルールの改正ということがあったというニュースも伝えてもらいました。